すごい人呼んじゃいました。紹介します、音議長レッドニャンニャン、お邪魔してます。いや、ね、ブルースはね、やっぱり一人でいつも僕やってるんですけども、やっぱセッション、セッション、セッション、ブルースってセッションでしょと。そうですね、あのやっぱりあの生きてる音楽っていうか、だから一人でばっかりやってるとやっぱりブルース、ね、本当のブルースって弾けないですね。そうなんですよ。要するにコール&レスポンスってよくあるけど、うん、それはギターも一緒で、うん、ね、こう、まあ、全くタイプ違うでしょ、私とレッドニャンニャンさんは。結構似た者同士だと思うよ。でももうプレイの、ね、俺こんなにすな、今日はなんかあの胸を借りてるからなんか弾きたいほどやってるけど、これをなんかね、仏のジーザスのライブでやったらね、ぶん殴られる。ちょっとね、そういう感じなんだけど、せっかくだからもうこのギターバカ2人のねクロストークも今日ちょっと特別編で、ね、新しくねブルース2号買ったのに持ってこないでしょ。今日はすみません、ブルース初号機で初号機なんですけど、これも買ってね、いい音ですね。これもうなんちゃってファイルバードですか、これは。いや、これは国産のアコギにファイヤーじゃなくて、ハミング、まあそれいいんですよ。いいんですけども、ちょっとね、最近よくあのギターを始めたいとかいうね、まあ我々もそうだったじゃないですか。そうだよね。あのなんでね、俺あのちょっといろいろ質問とかいろいろジーザス君からあらかじめね、あのシェフの人ね、初めての人にもなんかあのなんか分かりやすいようにって言われたんだけど、それが難しいなんか質問でね。そう、ギターのかっこよさって言われるとね、ギターのかっこよさって誰もが持ってかっこよくなるわけじゃないんだよね。あ、なるほど、ちょっと。そうか。そのね、あのイケメンが持ったからってかっこよくなるかって言ったら違うんだよ。あのすごいなんか太ってる、アメリカで太ってる人とか黒人の人とかいるじゃないですか、はいはいはい、やっぱりすごい熱量なんだよね、あのギターへの情熱っていうか、はいはいはい、やっぱりそういう人っていうのはやっぱりなんか見たらデブなんだけどかっこいいんですよ。なるほど、そういうもんなのかなと思って。
なんかおじいさんのなんかライブとかブルースの白人ブルースのねライブとか見に行って、もうヨボヨボなんだけどね、もうなんかギター持ったらもう鬼神のごとくなんか弾きまくっちゃってね、あれぐらいかっこいいもんはないなと思ったんだけどね。わかります、うん、なんかもう男のかっこよさ、そうギターに負けちゃってるやつもいるけど、あもうそうそうそう、ギターに嫌われちゃってる人が嫌われちゃ大事にとかね、喧嘩しなきゃダメなのよ。そうなんですね、うん、そう俺の言うことだってこれ見てくださいこのギターちょっといいですか、これも喧嘩しまくってる、喧嘩しまくってすっげえ年季入ってますよ、15年前に買って、それであんまりこれ一応なんか63年のヴィンテージなんだけど、はいはいはい、買った当時ってあんまりそういうヴィンテージとかって全然疎くて知らなかったんですよ、はいはい、高いっていうことだけは知ってたんだけど、いかになんかそれが大事なものかっていうか、なんかそのコレクターとかがすごいなんか欲しがってるかとか、そういうの全然知らないで、たまたまなんかアウトソーシングのなんかあの派遣のなんかプログラムのソフト作る仕事をやってて、すごい残業とかいっぱいやってて、なんか ATM になんか300万円ぐらい入ってたんですよ。それをなんかもうなんか詐欺師みたいな店員になんかいいですよって言われて買っちゃったんですよね、これね、うん、そういう感じなんですよ。値段は聞かないです、うん、聞きますけども、値段はちょっと言わない。でもこのギターもそうじゃないですか、このギターはっきり言いますけども、うん、我が像がなんか持っても多分似合わないんですよ、これはもう親父が持たないとか、なんか生き様だから、このギターに勝てる人間が持たないとかっこよく、もうこれあちゃうちゃうちゃう、ね、エトニャニャンさんのこれ買った時はあの普通のここまでなんかまあ全然なんかなんか新品状態じゃないんだけど、こんなところ全然剥がれてなくて、ここも剥がれてなくて、普通の中古っていう感じだったんですよ。で15年引いてもうなんかもうなんかこれここまでですよ、ここまで引いてたらなんかこういうふうになって、うん、なんかボロボロになってきてなんか話せなくなっちゃってね、なんかわざと汚す人とかいるじゃないですか、あのなんかリリックとかね今流行ってる、違うでしょ、あれはちょっと違うよね、うんうん、新品をいかになんか引き倒してボロッとするかっていうのが美学だよね、練習そう引き込んで練習して汚れてきた本物の傷がかっこいいんですよ、うんうん、なんかですよね、そうなんだけどね、最近ねなんかあの楽器屋さんとか行って、あのフェンダーのカスタムショップの店とか覗くと、はいはい、そのレリック加工っていうのがものすごい流行っててね、あの進歩してて偽物か本物か全然わかんないぐらいね、あわざとあれです、ね、わざと汚してたり汚してるっていうか、もう傷もねわかんないんですよ、うん、もうねすごい、そこまでいくと汚すせないような気がするんですから ね、そこまでくるわ、うん、だから手っ取り早くヴィンテージ感のあるギターを買っちゃおうっていう人は買っちゃうんですよね、多分そういうのもう市場に出てないからね、あのやっぱり俺が買った15年前ってまだこれ63年とか60年とかがお茶の水に30代40代って店にあったんだけど、今はなんかお茶の水行ってもそういうヴィンテージ置いてるのが3台ぐらいしかないんですよ、もうだからみんなだからコレクターなのか、なんかこれをなんか投資で考えて買ってる人なのかわかんないけど、片っ端から買っちゃってるんですよ、でもうないの、なんか聞いたことあります、ギターを、うん、そうあの税金かかんないから投資、そう投資目的で、車とかそういうのでもない、不動産でもないから、そう買ってもだからね、うん、で、あの10年経ったら値段が上がってるんですか、ね、50万円ぐらい上がってる、うわうん、顔50万円上がってましたよ、うん、マジっすか、マジでも逆に言うとそのギターって弾かないんですよね、あのね弾かないと、弾かなくても音は変わらないんですよね、悪くはならないらしいんですよ、あの楽器屋さんで聞いてみたんですよ、あの弾かないと音悪くなるんですかって言ったら基本的に音は変わりません、だけど買ったら弾かなきゃ ね、なんかねかわいそうですよね、ちょっとその、うん、なんて言うんだろうな、そもそもなんでギターだったんですか、俺ね、やっぱりドラムとかも好きだったんだけど、やっぱりなんか中学時代になんかロック聴き始めたんだけど、その頃ってあんまり冴えない子供で、まあそんなにバカってことでもないんだけど、頭がいいわけでもないし、スポーツができるわけでもない。で、友達がなんか心配してって感じで、なんか松山千春とかアリスとか、南こうせつとかそんなのばっかり聞いてて、お前暗いよって言って、俺がちょっと洋楽のカセット貸してやるからって言って、はいはい、
エアロスミスのナイトインザラッツっていうと、ボストンのボストンっていうあのブラブラハートのなんかもう俺大好きなんだけど、あれのセカンドのドントルックバックっていうのを貸してくれたんですよ、はい、で初めて聞いてこれだなんてね全然思わなかったあのねうるせえと思って、もう1ヶ月間ね我慢して聞いて、そういうもんなんでね、ロックってあの読書と同じで、あのその世界に入るために勉強が必要なんですよ。わかります、うん、あのねこれもまた親父トークになるけど、今の子って YouTube で音楽聴いて気に入らないと頭3秒聞いて、そう、それでね、ダメでしょっていう、それはだからある意味だからすごい損してるの。あまりにもいっぱい情報がありすぎて選ぶものがいっぱいあるんだけど選べないっていう、わかりますわかります、本当にだから芯のあるものを選べないっていうか、これしかないよって言ってもうなんか聞いて、なんだこりゃっていうのばっかりだったんでね俺レコードジャケ買いして、なんかもう20分間 A 面20分間ぐらいある、もうこれ買って損したなっていうのね、もう買っちゃったから、お小遣いないから YouTube もないから、それでうちでもう1ヶ月ぐらい聞いてて我慢してきて、これいいんだいいんだいいんだって暗示かけて聞いて、それで本当に良くなるっていうね。わかります。うん、いやもう何て言うんだろう、もう良さが分かるまで、もうかもう買った以上良さが分かるまで、そう、もう元を取らなきゃね、あのなんか損するっていうんで必死に、だからいいところなんか、そうです、キングクリムゾーンのわっきゃ誰のとか買っちゃったから聞いてましたよ、ね、デビューのね何このシンバルのこと何このハイハットとかってね、今になってその凄さが分かるっていうね。あそう、うん、いやでそこからギター、うん、あのでギターはなんかやっぱりディストーションのハードロックが好きだったんですよね、はいはいはい、やっぱりハードロックのリフっていうのコードを刻む、ジャカジャカジャカってこうやってこんな感じで、はいはい、こういう音が、こんなだからこういうのばっかり聞いてて、これはすげえこの音が神の音だと思ってね、リードギターとか速いとかね、それがうまいとかって全然分からなくて、うん、俺レッドニャンニャンさんのフェイスブックでよく動画上げて上げてますね、上げて僕見るんですけども、うん、だいたいまずこっから来ますよね、このグーモンから来ますよね、もうこれですぐ分かる、ああこれレッドニャンニャンだってこの一発で分かりますよね。うん、それあれ辺って僕だからベックとかジミ編を感じたんですよね。それはねもう最終的ですね、一番最初はね、やっぱりハードロックから入って、一番好きに最初に好きになった ギタリストっていうのがハードロックギタリストで、もう今死んじゃったゲイリー・ムーアって人なんですよ、はいはい、シンディジーにいた、そのもうなんかリードギター何聴いてもなんか うまいとかって分かんなかったんだけど、そのゲイリー・ムーアのシンディジー時代のブラックローズっていう曲を聴いたらすごいっていうの分かったんですよ。それで俺もうギター弾きたいと思って、それでギターにしたんですよね、うん、ブラックブラックローズロックレジェンドっていうね、ゲイリー・ムーアが参加してるやつがあって、それはねシンディジーってハードロックなんだけどちょっと変わってて、クイーンとかラッシュとかそういうハードロックともなんか仲がいいんだけど、セックスピストルズとかウルトラボックスとかそういうニューウェーブエルビス・コステロと一緒にライブやったりとか、ピストルズと一緒にライブやったりとか、うん、だからゲイリー・ムーアはもうセックスピストルズのスティーブ・ジョーンズからレス・ポール・ジュニアをなんか譲り受けてんですよね。マジですか。うん、でなんかそこら辺ニューウェーブの音がだから入ってたりとか、なんかすごいモダンな感じがしたりとかね、なんか一つになっていかない、合わさっちゃってるんですよね、なんかいろんなものが、そうミックスされて、だから普通のハードロックじゃないんですよね。なんかハードロックってなんかなんかもうハイトーンシャウトでなんかもう日本人が好きな拳を聞かせたボーカルみたいな感じなんだけど、シンディジーのフィル・ノットっていうのは詩人っていうかボブ・ディランとかなんかそういう感じのなんかささやくような感じで、なんか詩もなんかすごいかっこいいのがいっぱいあってね、うん、結構いい詩を書くんですよね。いや、うん、そこら辺で、ね、それの詩の良さっていうの分かんなかったんだけど、後になって分かったんだけど、分かります、うん、僕も最近ですよ、洋楽の詩読むようになったの自分で歌詞書くようになって初めてどんなこと歌ってるのか興味が出てきたですね。最初はもう響きだけで聞いたから。でチャックベリーとかものすごいいい紹介書いてるんですよね。ほろ苦い青春像とかなんかそういうアメリカングラフィティになんか出てきそうなすごいなんかいい風景があの歌の中に入ってるんだけど、
俺たちが日本人っていうだけで、それでその訳してくれないと分かんないんですよ。あの時はあのチャックベリーの歌を聴いた時ほど、あの翻訳を見た時ほど、俺は日本人だった、アメリカ人だったらよかったなと思ったことはないね、本当ね。いやでも本当そうですよ。あの細かい、今なんか解釈も変わってくるじゃないですか。昔はこういう意味で捉えてたけど、そうそうそう、実はその解釈が変わってきてて、うん、本場の本当の意味が今分かってきたりとか。そうそうそう。だからね、洋楽はもう、まあ、ギターの話じゃなくなってきて、ギターの、まあいいじゃないですかまあいいっすけどね。まあなんかギターはだけど、そ結局だ、本当に好きなやつってこういう話に結局行き着くんですよね。うん、そうですね。あのコンポーザーじゃないけど、トータル的にやっぱりなんかそういう風に見るようになって、やっぱりなんかギター続けるってなんか上手くなるっていうのは、人をやっぱりリスペクトするなんか気持ちがあるとやっぱりダメなんだよね。バンドは特にそうですよね。うん、そう、バンドもそうだし、やっぱりそういう、この人はやっぱりまだあの始めたばっかりだけど、このなんか右手のピッキングかっこいいよねとかね、君かっこいいよねとか、そういう気持ちのない人って上手くならないと思う。あ、うん、だからもうバカにしてばっかりいる人ってよくいる、なんか上手い人とかっているんだけど、こいつもうこの土俵からこのステージから絶対上がれないよねとかってね、俺はだからあんまり気にしないんだけど、そういうやつって。はい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 、うん、あの分かります、うん、プレイヤー、本気でやってるプレイヤーにやっぱりリスペクトをないと、そうそう、こあのね、所詮火の中のカードになるんですよ、うん、大体が。でそのたとえ自分でね、自分と同等ぐらい面白いもんで、自分と同等の人を見ると下手だって思うんですよね。そうそうそう、ね、あのそう、怖い、怖いんですよ。実は自分と同等だとやばいと思って、なんかね、なんか下に、うん、つい下に言っちゃうんですよ、全然とかって。よっぽどのレベルの差を見せつけられないと、うん、初めてそこで気づくようじゃまだまだ甘いんですよね。甘いですね。やっぱり自分と同等、ちょっと上ぐらいの人見た時に、やばい負けてるって、うん、いう思える人がやっぱどんどん上手くなっていくなっていうのがあります、ね。うん、さあ、もうここ勝てないよねって、なんでこんなに上手いんだろうって、やっぱりね、そういうことをやっぱりなんか常にだから、もうなんか貪欲に吸収すると、そうです、ね、やっぱりなんかギターってなんか、うん、なんか味だよね、うん、上手くなるっていうんじゃなくて、そうです、ね、その味のあるなんか、うん、うん、やっぱり表現者、本当の意味の、いい意味で本当の意味で上手いプレイヤーになる。あの指が早く動くとかそういうことじゃなくてね、うん、いやちょっといい話ができたんじゃないですかぜひ、じゃあちょっと待って、そろそろお前らいい加減ギター弾けっていやこの話で十分なんじゃないかって感じ。いやダメですよ、今日だからセッションなんですよ。でセッションで、ブルースだから、ちょっと実はですね、ニャンニャンさんがいいブルースを作ってきてくれたんで。Thank you.
ウレットニャンニャー仏のジーザス、ありがとうございました。じゃあまた来週ゲストは続くのかな、どうなんでしょう。